す。どうも、天文の DOG です。本日なんですけれども、スームルームから新発売されました、こちらのテントをご紹介させていただきたいと思います。名前なんですけれども、ケリーマンできますか?ケリーマン2となっておりまして、このテントですね、実は、ゼインアーツのオキトマ2にそっくりなんじゃないかと。もう言葉悪いですけど、パクリなんじゃないかということで、結構ね、SNS では話題沸騰になっておりました。ということで、私もすごい気になって、実際ね、買ってみました。今日はね、オキトマ2と、このケリーマン2、ちょっと見比べてみて、どのような違いがあるのか、ご解説ね、させていただきたいと思います。このようにですね、実際にテントを購入して比較までする YouTuber はなかなかいないんじゃないかなと思いますのでね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いしますということで早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、このもう今日はケリーマンでいきましょう。ケリーマン2を紹介したいと思うんですけれども、これどうなんですかね、立ててみないとわからないんですけれども、ここまで SNS の写真似てるとなるといいんですかね。特許とか商標権とか、私はねプロではないので詳しいことはわからないんですけれども、これは OK という認識なんですかね。最近だとあのミニマルワークス系のテントがね、ドキキャンプですかで出てたりとかして、あれはなんか工場のそもそもの企画商品だったので、まあ、特許とか問題ないという風には風の噂をね耳にしたんですけども、これオキトマ2は完全に電圧のオリジナルの企画になってるんでいいのかなと思いつつ、まあ実際発売して問題はないっていうことなんで紹介したいと思うんですけども、まず価格がね、オキトマ2は約7万円になっております。そしてこれ私購入したのはケリーマンの方はですね、3万3990円だったっけな、半額以下になってるんですよ。実際立ててみて、生地感とかポールとかディティールとか、そういうところに違いが出てくるかどうかというところをね含めて検証してみたいと思いますので、まず内容物だけで確認していきましょう。まず収納袋の状態ですね、サイズ測っていきましょう。オキトマ2は約70センチ、ケリーマンも70センチですね。奥行きがケリーマンが25 25、深さ16 7 16 7、もうね一緒です。黒はほんと一緒です。でオキトマ2がですね 7.2 キロなんですね。ただこれペグが入ってない状態です。ケリーマンにはアルミペグが入ってるんですけども 8.2 キロとなると、ペグを入れたら多分もうほぼほぼ一緒なのかなということで、中確認していきましょう。はい、実際の内容物ですけども、手前がねゼインアーツ、奥がスームルームとなっておりまして、これがねメインの膜体でございます。生地は50デニールのリップストップポリエステルにシリコーンコーティングがされている生地になっております。前圧はね75デニールもしくはこのオキトマとか、あとは昔あったロガ4なんかはこの50デニールとちょっと薄めのリップストップポリエステルでしたね。一方ですね、スペックホームページで見るとスームルームの方は70デニールのリップストップポリエステルにシリコンコーティングがしてあるとなっておりまして、まあ、若干そうですね厚みがあるので、まあおそらくこれは間違いないのかなと思います。またですね、ゼインアーツは今年からですね環境に優しいコーティングをしているということで、若干ね撥水性が保たれないというようなことをホームページで記載しておりました。これはね以前のタイプなんでちょっと最新のタイプはわかんないんですけども、そういう撥水処理シリコンコーティングの違いがあるのかなと思います。厚みはスームルームのがありそうですね。これインナーテントなんですけども、今回ねオキトマはインナーテントも付属してまして、すごいねしっとりした作りになってまして、私も何回か使いましたけども、かなりね質感はいいです。フットプリントも同様の素材感になってまして、まあ、個人的にはオキトマでフットプリント使うことってそんなないんですけども、まあしっとりとしたいい質感になっております。一方スームルームのインナーテントはですね、少し厚みがあってちょっとガサガサしてる感じですね。ただ今のところそんなに悪い印象はないので、ちょっと立ててみてですね、フットプリントも同様の生地になってまして、耐水圧が高いのはどっちかと言われると、おそらくスームルームのが厚みはあるかなと思います。生地感のその触り心地とかは全圧の方が良さそうですね。そしてポールが全部で6本なんですけども、どれもね7001番のジュラルミンのポールを全圧採用しております。横にした方が分かりやすいかな。こっちの黒い方
方がですね、スームルームなんですけども、こっちもね、7001番のジュラルミンを使ってて、太さや質感、パッと見たとき差はほぼなさそうですね。もちろん、長期的に使ってみて、耐久性などを見てみないととは思うんですけども、正直、パッと見たところ違いはほぼ見られないと思います。テントにね、これつけちゃったんですけど、このロープもね、ちょっとダイニーマっぽいロープですよね。実行の自在がついております。一方、ゼンヤーツは、これ以前のタイプは、これダイニーマのロープですけども、今年のね、バージョンからベージュに変わってるということで、その辺はちょっと違いがあるかなと思います。またですね、たまたまなんですけれども、ゼンヤーツはペグが入ってないということで、これね、スームルームのペグ、私結構気に入ってるんですけども、これを入れてあります。そして、スームルームの、なんだっけ、このテント。なんだっけ、名前忘れちゃいましたけど、が、V ペグが入ってるという形になっております。まあ、今のところね、パッと見たところ、生地はちょっと、スームルームの方が厚みがあるのかなというところですけども、じゃ立ててみたいと思います。で、設営自体はオキトマ2の動画でこちらね別に撮ってますので、そっちを参考にしていただければと思います。はい、ということでどちらもね設営完了しました。皆さん違い分かりますでしょうか。パッとね見た感じだとほぼね色の違いぐらいしかないんですよね。設営しててもですね、本当に一緒だなって思いました。違いというとですね、この全体にかかるフック、これがね結構スームルームのものはパチンってつくんで、まあ、取るときとか痛いかなという感じですけど、別に許容範囲ですね。電圧のものはですね、スッと取れてスッとつくので、その辺のストレス感ぐらいの違いでしたね。あとはほんと細かいディティールを見ても、僕でもよくわからないなぐらいな感じなんですけど、一箇所ね致命的なね欠点がありました。ここなんですよ。サイドの場所わかりますか？めちゃめちゃ地面に浮いてるんですね。これちょっと、こんな感じで。これはなんでなんですかね？私は不良品を捕まらされたのかっていう感じなんですよ。他のディティールはね、ほぼほぼ一緒なんですけれども、全圧のものは、サイドこんな感じ。まあ当たり前じゃないですか。スームルームのものはね、めちゃめちゃ浮いてるんですよ。中から見ると一目瞭然ですよね。これじゃちょっと隙間風ってレベルじゃないかなぐらい空いてしまってるので、これが僕のたまたまの不良品なのか仕様なのかちょっとわからないですけれども、オキトマやね、このスームルームのものは全体的にスカートがついてないんで、ちょっと不思議だなと思いました。またですね、中ですと、こういうチャックの縫い合わせの部分にシームテープがね、普通は貼られてるんですけども、こういうのがね、シームテープが貼られてないです。他の箇所は結構綺麗に貼られてて、あ、悪くないなーと思ったんですけど、あれ、チャックシームテープ貼られてないじゃんと思ったんで、もしかしたらね、ここから水漏れの可能性っていうのはちょっとあるかなって思います。本家オキトマの方は、あ、やっぱそうですよね、シームテープがちゃんと貼られてるので、まあ、どのテントも普通はこの縫い合わせにあるんですけども、スームルームのはなかったと。あとはそうですね、ほんと生地感とか見ても、そこまで違いはない感じですかね。まあ、この辺はね、リップストップポリエステル特有の汚れとかはね、オキトマも目立ちますので、あまり変わりはないかなって思うんですけれども、ここですね、これは何なんでしょうって感じですかね。はい、これが仕様ならちょっとおすすめできないですね。まあ、あとはロゴが D レストというのがついてる感じですね。じゃあちょっとインナーテントもつけてみて比較してみたいと思います。はい、インナーテントも取り付けていました。まあよくここまで似せたなっていうぐらい作りは一緒ですね。このインナーテントに関しては特にですね、あれっていうところは見当たりませんでした。前後そして左右といろいろねメッシュにできるので使い勝手良さそうですね。メッシュの生地感はちょっとパリパリして安そうなものが使われてますね。中華製に多い生地ですね。ワークマンとかね、こういう生地でしたね。あとは、スノーピークのランドネストとか、そういうのもこういう感じですね。もうちょっとね、高いテントは上質のメッシュなんですけれども、特にね、不具合は見当たらなそうですね。本家オキトマのインナーテントですけれども、いや、本当に一緒の作りなんですよね。ただ、やっぱりメッシュとかはかなり上質なものが使われておりますし、まあ、チャックは YKK となっておりますので、やっぱり価格の差っていうのはどうしてもあるのかなと。
で結構ねツルツルしてそういう肌触りがいい素材使われてるんですけれども、スームルームのはねちょっとごわついた作りです。まあ、正直ねだからといってキャンプした時何か変わるかと言われたらそんなにね変わりはないんですけれども、いやよくもまあここまで似せたけども、まあ、何度も言うけどじゃあなんでここ隙間空いてんのかな、これ逆に構造を変えたとかそんな感じですかね。はい、改めて。そうですね。ちょっと、しっとりとというか、まあ、はっきり言うと安っぽい生地が使われているような感じですね。じゃあ、総括していきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。本日はね、スームルームのケリーマンで、あ、いいのかな、ケリーマンをご紹介させていただきました。ケリーマン2か、そこまでねオキトマ2に似せる必要はあったんかいというところなんですけれども、いかがだったでしょうか。かなりね似てるテントというか、もうほぼほぼパクリと言ってもいいんじゃないかなと思います。またですね、細かな作りですよね、このフックの強度であったり、一部ねシームテープが貼られてない箇所、そしてインナーテントやメッシュの材質などが、まあ、やはりねオキトマよりは安価な素材が使われてたかと思います。ただねこのリップストップポリエステル自体の生地は厚みがあって、ポール自体も7000番台のポールが使われてますので、テントとしてのねクオリティはそんなにね悪くないかなと思います。またですね、スームルーム製品は結構信頼と実績があるので、このコーティングもしっかりとしたシリコンコーティングが貼られてるのかなと思っています。まあ長期的に使ってみないと何とも言えないんですけども、そこはまあスームルーム製品なのかなと。あとはですね、サイドのこのガバッと開いちゃうとこ、これは仕様なのか不良品を捕まされたのかわからないんですけども、これはちょっとパッとポイントどころか、まあこれは購入をね敬遠するね方の気持ちもわかるなというようなところでございました。逆にここがしっかりリニューアルされるのであれば、このケリーマンでもまあこういう形が欲しいのであればいいのかなと。ただですよ、ただ以前ねオキトマ2の動画を紹介した際にも触れさせていただいたんですけども、このオキトマ2めちゃくちゃかっこいいんですけども、利便性って問われるとですね、このテント自体が9キロ、手切れると10キロを超える、まあ、まあまあ重いソロテントなんですけど、高さが140センチでとか考えると、利便性だけを取るとそんなにめっちゃ高いテントではないんですね。ただ見た目は僕もものすごく好みで、かっこいい点がまあオキトマのメリットなのかなって思います。まあそういうとこを加味すると、ここのロゴがディーレストって書いてあって、この色になるとですね、もう全くオキトマ2ではなくなってしまうので、そうですね、そういう目線をすると、まあ選択肢としては入れづらいのかなと思います。オキトマ2ずっと欠品が続いてて、入荷してくれば結構売り切れるケースもあるので、ケリーマについてはずっと在庫があるので、まあそういう見方もしてもいいのかなと。あとはですよ、倫理的にこれはいいんですか、詳しい人いたらぜひ教えてほしいんですけれども、スームルームもね僕も普段からちょこちょこ買ってて、いいブランドさんだな、中国ブランドではかなり良心的だなって思ってたんですけど、なんか日本のブランドがこんだけパクられちゃうとなんかちょっと悲しいやらなんやら、果たしてこれはパクリなのかパクリじゃないのか、まあ定かではないんではっきりとしたことは言えないんですけれども、まあ、そういうのもぜひ皆さんの意見をコメントで聞かせていただければと思っております。本日の動画ね、このケリーマンを購入してレビューしたというだけでいいねボタンいただけたらね嬉しいなと思います。はい、皆さんの気になるようなねテントやキャンプ用品購入してレビューさせていただきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次の動画で。